条約は文書による国家間の合意である。国際法に基づいて成立する国際的合意であり、国家及び国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く返す場合もある。現代では当事者能力を持つのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結したいとなり得る。当事国は原則として 当時国の憲法内し基本法における手続き、制約基づいて、国際法が禁止しない、一切の内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に、協約、協定、規約、検証、宣言、交換項、議事録、議定書などの名称も使用されるが、名称が異なることによって、効力の優劣があるわけではない。 詳細講述。条約は国家間の交渉が始まった古代に既に確認されている。世界史上最も古い条約は、紀元前2400年頃、古代メソポタミアにおけるラガシュ・ウンマ戦争において、都市国家、ラガシュとウンマの間で結ばれた国境確定のための条約であると言われ、国境には両者の取り決めに基づいて石碑が建てられたと言われている。 条約法に関する一般条約である、条約法に関するウィーン条約、条約法条約では、条約を以下のように定義している。名称の違観を問わないとしているのは、国家間などで結ばれる、個別の文書による合意、抗議の条約には、形式についての統一的な規則がなく、各種の名称が用いられているためである。抗議の条約には、協議の条約、トリティ コンベンション、例、生物多様性条約以外に、検証、チャーター、コンスティチューション、例、国際連合検証、協定、コンベンション、アグリーメント、アコード、例、WTO 設立協定、議定書、プロトコル、例、京都議定書、宣言、デクラレーション、規約、コベナント、名約、パクト、決定書、アクト、規定、スタッチと取り決め、 アレンジメント、暫定協定、モーダスビバンディ、交換公文、エクスチェンジオブノーツ、交換書簡、エクスチェンジオブレターズ、行為覚書メモランダムオブアグリーメント、行為議事録、キーリードミニッツ等の様々な名称を持つものがある。これらは法的拘束力において、そう言わないが、主に慣習によって使い分けられているもので、例えば、議定書は一般に、 既存の条約を保管する条約の名称として用いられる、例、京都議定書は、非公平枠組条約を保管する内容を持つ。なお、条約法条約は、国際法によって規律される、第二条という要件を規定している。したがって、国家間の合意であっても、国際法によってではなく、いずれかの国の国内法によって規律される、市場の契約と同様の合意がありうるが、 このような合意は、条約法条約の適用範囲以外である。二国間条約の場合、政府代表が署名を行った時点で効力を発する、行政取決めあるいは簡易協定と、議会による、批准等の承認を受けて、初めて発行の手順、批准書の帰宅等を踏むことのできる通常定がある。いずれの場合においても、二国間の協定である場合は、協定に、 加入するという手続きを踏むことはない。すなわち、行政協定、行政取決めの場合、政府代表官で相互に署名を行うことで、当該協定を締結したことになるが、通常協定の場合は、相互の政府代表者による署名後に、議会による批准等の承認を得るまで、当該協定は発行しないことにな。例えば日本の場合、日米安全保障条約、 安保条約は、議会承認が必要な通常協定にあたり、2007年8月に閣議決定を経て、署名、締結された秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置にする、日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定、グソマヤは、行政協定、行政取決めにあたる。これらの二国間条約はいずれも加入の対象とならない。 他国間条約の場合、政府代表間での批准書の交換という手続きは、取らず、代わりに、国連の条約局、専門機関、地域間条約などを管理、運営する、事務局、条約作成地の政府などが、批准書、受諾書、加入書等の帰宅を受ける仲介機関、帰宅者の役割を担う。国家が条約に拘束されることへの同意を表明する、方法としては、 署名、批准、加入、住宅、承認等があり、これらは締結と総称される。締結の具体的方法は、各条約に規定されており、複数の方法が認められる場合もあれば、特定の方法が指定されていることもある。表明が代表者個人に対する脅迫その他の行為による場合、その条約は絶対的に無効となる。国家そのものに対する強制によるときは、 かつて一般に有効と解されてきた。しかし武力禁止を謳う国連憲章2条2が条約法条約52条で順用されることになった。条約法条約は4条で原則訴求しないが、通説として憲章成立後の条約に訴求適用されると解されており、このことは草案における国際法委員会の注釈に明記されてもいる。もちろん、 侵略国に対する強制はこの限りでない。武力ではない強制については、条約締結時における軍事的、政治的、または経済的強制の禁止に関する宣言が、条約本文と別に最終議定書の一部として採択された。国内法と国際法の関係については二言論や一言論などが主張されている。国際法のうち、英米法の国では、 慣習国際法については国内措置を取らなくても国内法としての効力を認めており日本でも確立された国際法規日本国憲法第98条2項は特別の変形手続きがくても国内法としての法的拘束力を認めるこれに対し一般の条約の国内法秩序への編入方式には 国際法に直接的な国内的効力を認めず、国内法での別個の立法措置を必要とする変形方式、イギリス、カナダなどと、国際法にそのまま直接的な国内的効力を認める一般的需要方式、アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、オランダ、日本などがある。日本国憲法第73条第1項第3号は、 条約を締結することを内閣の職務としており、事前に時期によっては事後に国会の承認を経ることを必要とするとしている。日本国憲法第73条第1項第3号に言う、条約、国会承認条約とは法律事項を含むもの、財政事項を含むもの、その他政治的に重要であり、それゆえに発行のために批准を必要とすることが定約国間合意されている。 国際約束を言う。また、日本国憲法第98条は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。としている。日本国憲法第98条第2項に言う条約は、日本国憲法第73条第1項第3号に言う条約よりも広く、日本が締結したすべての国際約束を言う。 条約は天皇が国事行為として交付を行う憲法第七条。国内法秩序における条約の優劣は各国で異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。